はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、昨日私のチャンネルで公開した神奈川県横浜市泉区内で発生したスバルレガシーアウトバックによる過去最も凶悪と言っても良い極めた悪質かつ危険な煽り運転の映像に関して、映像を撮影されたご本人の方が所轄の警察署の方に直接出向く形で警察に映像の提供を行ってきましたといったようなね、ご連絡をいただきましたので、警察からいただいた回答も含めてお伝えしていこうかなと思います。で、一つ注意点なんですが、今回お伝えする現状に関しては、あくまで警察とどういったやり取りが行われたのかということを中心にご報告をさせていただく形となってはいるんですけれども、一方的に警察に落ち度があったかのようにね、言及するつもりも目的もございませんので、あくまで中立的な立場からお話をさせていただきます。その点に関しては誤解のなきよう十分ご注意いただきたいと思います。本件に関しては昨日映像を公開してからすでに60万回近い再生回数となっておりまして、相当数の方に今回煽り運転が発生したという事実を認知していただいている事案となります。すでに全国規模あるいは世界規模で日本国民の方々に見ていただいている映像となっておりますので、その後の情報に関してね、かなり気になっておられる方数多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。特に映像が撮影された地域の近隣にお住まいの方からは、昨日からですね、かなりの件数のメールをいただいておりまして、非常に多かったご意見としては、近所でこんな事件が起きて非常に怖い思いをしている、私も近くの道路を通ることがあるので、こうした危険な運転を行っている車両がいたらすぐに警察に通報します、といったような、警察への通報のご協力に関するメール、それから夜勤の仕事をしていてちょうど映像で撮影された道路を頻繁に利用しますという方からですね、普段通勤はバイクで行っているので自分も同じ目に遭うことがあるのではないか、今回の映像は決して人事ではないし、次は誰がターゲットになるかわからないということで、極めて大きな恐怖を感じているといったようなご心配のメールですね、こういったご意見も多数いただいております。そういった方々に対しては、今回の事象が今どういう段階にあるのか知っておきたいというご意見も多数いただいておりますので、そういった点も鑑みて今回ね、言及させていただく形となります。こちらについてご承知の上、今回の映像をご覧いただきたいと思います。それでは今回映像を撮影されたご本人様からいただいたその後の状況について、警察に情報の提供を行った顛末に関してもお話しできる範囲ではありますが、いただいたメールをもとにお伝えしてまいります。お世話になります。最寄りの戸塚警察署に出頭してきたのですが、情報提供という言い方が悪かったのか、時間が悪かったせいか、警察官は動画を見ることはなく、幾分釣れない対応だなと思いつつ帰宅しました。要約すると、撮影者の方が煽り運転の一部始終を捉えた映像を持っていますと、こちらについて情報の提供をしたいと申し出たところ、警察官からはこういった回答があったそうです。貴殿が110番通報したのであれば、バイクの方が被害届を出していれば折り返しで情報提供等のお願いがあるはずですから、ないのであれば現時点では多分被害届は出ていないでしょう。ただ今後被害届が出て連絡が行く可能性がありますから、可能であればしばらく動画は保管してほしいとのことでした。で、こちらの内容に対して私の方からはこういったお返事をいたしました。ご連絡いただきありがとうございます。警察の方に情報の提供されたとのこと受けたまわりました。警察官は動画を見ることはなかったとの対応をご報告いただきましたが、こちらは映像を見ることを拒否されてしまったということでしょうか。現状こちらの映像に関しては警察官は一切見ていないという状況でよろしいでしょうか。それとも SD カードのデータそのものは渡しているが、受け取った警察官が確認したかどうかは不明という状況でしょうか。引き続きよろしくお願いいたします。はい、こちらのメールをね、送らせていただきました。どういう状況であったのかについては定かでありませんが、結果として現状ですね、まだ警察官が映像を見ていないということでしたから、なぜなんだろうという疑問がありまして、こういったご質問をさせていただきました。すると撮影者の方ご本人から直ちに返事がやってまいりまして、こういったご回答をいただきました。お世話になります。警察に関しましては受付で事情を説明したのですが、被害届が出ていれば110番通報で私の電話番号がわかるため、情報提供依頼の電話などがあるはずですから、
それがないのであれば、おそらく被害届は出ていないと思われるので、特に今見ることはないけれど、ひょっとしたらそのうち被害届が出るかもしれないので、一応保管しておいて的な感じでした。当然警察官は映像を一切見ておりませんし、記録した SD カードも手元にあります。私は警察の動きが分かりませんので何とも言えませんが、例えば通報した時点でのほぼ所轄にあたる泉警察署やバイクの方の地元の警察署に被害届が出ているかもしれません。ただその情報がちゃんと共有されているのかどうかという疑問もあります。共有されていなければ戸塚署に持って行っても意味がないですからね。ただ一つだけ言えるのは、現段階で警察からの連絡はございません。そして一点重要なことなのですが、警察に関しては私の説明が悪かった、かっこ重大案件的な雰囲気ではなかった可能性と、ここまでひどい煽り運転だとは思っていなかった可能性はあります。こういうことはあまり言いたくないですけれど、クレーマーよろしく、何があったわけでもないのに騒ぎ立てる輩がいることは否定できませんから、もしかしたらそう思われてしまったのかもしれません。動画を見なかったことと直接関係のない話ではありますが、まあ、こういった事例もありますから、警察だけを悪者にはできませんので、はい、こういった内容でご回答をいただきました。これに対し私はこういった返答をいたしました。ご連絡いただきありがとうございます。警察官とのやり取りについて詳細な状況をご教授いただきありがとうございます。警察の対応に関してですが、おっしゃるようにそこまで重大な案件ではないと思われてしまった可能性もあると思います。動画の中でも現状一方的に警察に落ち度があったように言及するつもりも目的もございませんので、撮影者様の見解通りにお伝えしてまいります。ただ一つ私の目線から見た疑問点として、今回いただいた内容が事実なのであれば、わざわざ直接映像を持ち込んできてくれたのであれば、通常映像を閲覧した上で緊急性があるかないかについて判断する必要がありますので、この点については良い対応ではなかったように思います。映像を見なければそれが重要な案件か軽微な案件か、そもそも判断のしようがないはずでございますので、現状警察官は映像を見ていない状況とのことではありますが、撮影者様の連絡先は警察に伝えておりますでしょうか。これが伝わっていないと、後日何かあった時に警察から連絡を入れようがないので確認させていただきました。また今回の映像についてもかなり再生回数が伸びており、動画を見た視聴者の方々から早々に加害車両の保管場所を知っている、加害車両の所有者を知っているなどといったような具体性の高い情報が警察の方に提供される可能性が高くなってまいりました。何度もご足労いただく形で恐縮ではございますが、もし可能であれば改めて戸塚警察署、難しければ最寄りの警察署の方に出向いていただき、スマートフォン等の画面で動画を見せるなどして、もちろん私アヤトサロンが昨日公開した動画を見せる形でも結構です。この動画を撮影したのは私です。必要があればオリジナルのデータを提供する意思がありますとお伝えいただくことは可能でしょうか。現時点で警察が動画を見ていないということは、最悪警察に届け出がなされていない案件として処理されてしまう可能性も考えられるかもしれません。お手数をおかけする形となり恐縮ではございますが、よろしくお願い申し上げます。はい、こちらのご連絡をね、私の方から送らせていただき、また返事がやってまいりました。こういった内容のお返事となります。早速のご連絡ありがとうございます。言われてみれば戸塚署では特に私の連絡先を聞かれたりとかはありませんでした。あくまで110番の方に着信履歴が残っているので、何かあればそちらの方から連絡があるとの説明でしたので、その時はああそうなのかと思い、連絡先などを聞かれなかったことを特に疑問にも思わず、伝えることもなくそのまま帰宅しました。後日改めていずれかの警察署に出頭したいと思います。もしかしたらその間に警察から問い合わせがあるかもしれませんね。よろしくお願いいたします。追伸コメント欄を読ませていただいています。皆様の温かいコメントありがとうございます。はい、いただいたメールはこちらで以上となります。それに対して私の方からこういった返事をさせていただきました。ご連絡ありがとうございます。警察から連絡先を聞かれることはなかったのですね。通信指令本部110番通報の履歴から折り返し連絡すると申し付けられた点について了解いたしました。お仕事でお忙しいところ再三にわたってご足労いただく形での情報提供にご協力いただき感謝申し上げます。引き続きよろしくお願い申し上げます。はい、こちらがね、私が送らせていただいた返事となります。
こちらが現状の撮影者の方とのねやり取りとなっているわけなんですが、すでに現段階でですね、私宛に多数のメールをいただいておりまして、昨日私が公開した映像に関して神奈川県警察本部の方にですね、情報の提供という形で相当数の視聴者の方がですね通報されているといったようなご連絡をいただいております。要約しますと、 YouTube 上に極めて凄惨な煽り運転の一部始終を捉えた映像が公開されておりまして、重大な事件を記録した映像であると思い情報の提供をしました。こういったような方々からですね、アヤトサロンさん映像を見ましたと、 YouTube の動画に関して警察署の方に私の方からも情報の提供をしました。要はこういった映像が公開されているんだけど、これって大変な事件なんじゃないか、ぜひ事件として対応してほしい、こういった申し出を実際に私アヤトサロンの視聴者の方々が、神奈川県内で起きた事件ということで神奈川県警察本部の方に情報の提供を行われた、こういったようなねご連絡を結構な数の方々からいただいております。で、先ほども申し上げたんですが、あくまで今回ね撮影された方については、当然その場にいた目撃者でございますから、もしこの後ですね、例えばバイクが転倒していて死亡事故になっていたなどといったような、本当に凶悪な事件に発展していたのであれば、この映像そのものが重大な証拠として取り扱われる可能性が非常に高いんですね。ただ煽り運転の動画、映像や情報に関しては、撮影したご本人が警察に通報しないと、警察は捜査をしない、動かないということは決してありません。また被害者の方、つまりバイクの方からの通報がなければ捜査は行われないということもありません。映像をご覧になった方からの通報があれば、当然警察は捜査を行いますから、昨日の映像をご覧いただいた50万人の方々、誰が通報しても理論的には警察は動きます。動くはずなんですね。例えばインスタグラムですとか X、旧 Twitter などといったような SNS のアカウントの中でですね、非常に高速で速度超過をしている車が、やーい俺200キロで高速道路走ってやったぜといったようなね、いわゆるバカッターと呼ばれている連中ですが、動画を投稿することがあるんですね。要は自分が速度超過、暴走行為を行っているその映像そのものをね、人に見てもらいたいということで公開する人がいます。こういった映像に関しては当然外部からの通報という形で、警察の方に情報の提供があれば警察は捜査を行います。実際逮捕事例もあります。SNS でこんな暴走を行っている動画が公開されているんだけど、これって事件性ないんですか、こういったような通報があれば当然警察は捜査を行います。で、煽り運転の動画に関しても基本的にはこれと全く同じ取り扱いになります。外部から YouTube 上にひどい煽り運転の映像が公開されている、これって事件性はないんですか、こういったような問い合わせを警察の方に行えばですね、YouTube でどう検索したら見ることができますかといったように、警察の方からですね、そういった事案に関して対応を行っていただけますから、この点について覚えておいていただければと思います。で、煽り運転に関してはいわゆる申告罪ではないんですね。申告罪というのは、被害に遭った被害者自身が警察に被害の告発を行わないと捜査の事件化もできないような犯罪なんですけれども、煽り運転に関してはこの申告罪には当たりませんから、その煽り運転の事案に事件性があるのであれば、誰が通報しても警察は事件化できるし捜査することもできるんですね。先日私のチャンネルで公開した和歌山県内で発生したホンダのオデッセイによる煽り運転の映像に関しても、あちらはトータルで1000万回以上再生されておりますから、おそらく相当数の方がですね、 YouTube だけでなくテレビを視聴されている方も含めて警察の方にね、これって大変な事件なんじゃないかということで情報の提供を行ったものと思われます。結果としては2週間経たずして加害車両およびドライバーを特定し検挙することができたわけなんですが、今回も同様にですね、煽り運転に関しては申告罪ではございません。和歌山県内で起きた煽り運転と同じように、誰が通報を行っても警察は捜査を行うことができますので、特に映像で映っている車両に関して具体的な情報を知っておられるという方がいらっしゃいましたら、もし情報の提供を希望される場合は神奈川県警察の方にご連絡を入れてみていただければと思います。本件に関してはまた新たな情報等が入りましたらお伝えしてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アイトでした。おやすみなさい。アヤトサロンでは皆さんからのドライブレコーダー映像を募集しています。煽り運転や危険運転、交通事故や悪質な運転など、こちらのアドレス宛てにお気軽にお送りください。チャンネルで公開した結果、検挙に至った事例も多数ございます。大した内容じゃないかもと思う映像でも結構ですので、ご応募お待ちしています。